こんばんは。全国の明日の天気をウェザーニュースキャスターの江川彩音がお伝えします。それではアイコンで確認していきましょう。こちらです。日本付近は明日西高東低の冬型の気圧配置となります。このため東京など太平洋側を中心に晴れてお出かけ日和となりそうです。ただ朝晩は冷え込みますので暖かい服装が必須です。そして日本海側、こちらでは雨や雪が降りやすい天気となります。特に午後は沿岸ほど風が強まりますので吹雪や横殴りの雨に注意が必要です。また北陸では雷やあられを伴う恐れもありますのでご注意ください。以上、全国の明日の天気をお伝えしました。今日も一日お疲れ様でした。